まず岩本雄介議員の質問を許可します。岩本議員。おはようございます。岩本です。質問に先立ち、去る8月14日15日、大雨によりお亡くなりになられた方にご冥福をお祈り申し上げ、また、もとい、去る8月13日14日の大雨によりお亡くなりになられた方にご冥福をお祈り申し上げ、また被害に遭われた方に心よりお見舞いを申し上げます。さて、今回、質問の機会を与えていただきありがとうございます。それでは通告に従い順次質問させていただきます。よろしくお願いします。まず中学校給食の推進について、中学校給食については6月定例会の一般質問でも取り上げましたが、全員喫食であるべきと考えます。6月定例会の一般質問の繰り返しになりますが、平成20年の学校給食法改正により主たる目的が大きく変わりました。それは栄養の改善、すなわち戦後の栄養管理の行き届いた献立を計画的に摂取するという健康の保持増進から、食育、みんなで同じ給食をとり規則正しい学校生活を送れるようにすること、また健全な食生活を営むことができる判断力や望ましい食習慣を養うこと、地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること等に変わったのです。この法改正により給食には食育推進のための生きた教材として活用することが求められるようになったわけです。であるならば、子どもたち本人にまた保護者に対してどうしますかとアンケートを取る性質のものではなく、教材として先生も含め全員で共有すべきものと考えます。学校での各教科についてやるやらないを子どもたちに選択をさせるわけではありませんし、選択制のどちらでもいいですよ方式は学校給食の主たる目的になじまないと考えます。さて、現在本市の中学校給食については選択制の共同調理場ランチボックス方式で喫食率は 50% を見込んでいるとのことですが、なぜ 50% とされたのか、その数字の根拠についてお伺いいたします。次に、いじめについて、いじめ問題について質問いたします。新聞やテレビ、さまざまなメディアでいじめのことが取り上げられておりますが、一口にいじめといってもその捉え方はさまざまであると思います。まず、いじめの定義についてお聞かせいただけますでしょうか。次に、臨時財政対策債の発行について、総務省の平成25年度予算の概算要求等報道資料では、地方の一般財源総額については平成24年度の水準を下回らないよう確保するとなっていますが、内訳を見ると、地方交付税は3000億円の減となっている一方で、臨時財政対策債は4000億円の増となっています。このような状況を踏まえた上で、改めて臨時財政対策債についての考え方を確認させていただく意味合いで質問します。まず、臨時財政対策債にかかる交際費については、今年度に地方交付税により措置されることとなっていますが、具体的にどのように措置されるのでしょうか。実際の借入額によって算定されることになるのかお伺いします。次に、窓口業務の民間委託推進についてお伺いします。正職員が行政として本来やらなければならない仕事とは、起案や企画に関する仕事、そして専門家としてのノウハウを要する仕事であると私は思いますが、実際は単純な入力作業や定型的な窓口業務に携わっているケースもあります。正職員の時給はおおむね2200円、これは時間外勤務における時給単価で、言っておりますが、2200円と聞いていますが、私はこうした観点から正職員が本来やらなければならない仕事について分析し、本来的な公務として特化していくとともに、民間や NPO 等に委ねられるものとの整理を図っていくべきと考えます。見解を伺います。また、寝屋川市や八尾市など、他市ではすでに国民健康保険など、窓口業務の委託化を図っているところもあります。窓口業務について、部分的にでもあっても、徹底したマニュアル化を図ることで、定型化を図り、正職員以外に置き換えられる仕事については、
官民のコスト比較も行った上で民間委託を推進していくべきだと考えますが、見解を伺います。次に枚方市への視察の受け入れについて、毎年多くの団体がさまざまな目的で枚方市へ視察に来られています。自治体によっては視察の受け入れにあたり市内で宿泊をするとか、地元の名産品を買うというような条件をつけているところもあります。今年7月に会派で佐賀県武雄市に視察に行きましたが、武雄市では5人以上での宿泊もしくは有料という条件がありました。枚方市においても条件とまでいかなくても視察に来られた団体に市内で宿泊や食事をし物産品を購入してもらうことで経済効果が上がり地域振興につながるのではないでしょうか。現に武雄市では増床したホテルもあると聞きます。このような地域振興について見解をお聞かせください。以上で第一件の質問を終わります。大谷教育委員会管理部長。はい。1、中学校給食の推進についてお答えいたします。中学校給食の喫食率につきましては、市の調理場で調理した給食を提供している佐賀市の喫食率が当初の 25% から徐々に向上し、40% を超える状況となっていること、また類似の手法である選択制の単独調理場方式により温かい給食を提供している富田林市の全校平均の喫食率が最大 38% となっていることを参考として 50% に設定したものでございます。渡辺教育委員会学校教育部長。はい。2のいじめについてにお答えいたします。いじめの定義につきましては、文部科学省の児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査において平成18年度以前は、いじめとは自分より弱い者に対して一方的に身体的心理的な攻撃を継続的に加え相手が深刻な苦痛を感じているもの、なお起こった場所は学校の内外を問わないとなっておりましたが、平成18年度からは当該児童生徒が一定の人間関係のあるものから心理的物理的な攻撃を受けたことにより精神的な苦痛を感じているものとする、なお起こった場所は学校の内外を問わないと定義をしているところでございます。高井財務部長。3、臨時財政対策債の発行についてお答えいたします。臨時財政対策債の今年度における交付税措置につきましては、臨時財政対策債がそもそも地方交付税の補填措置であることから、実際の借り入れ額にかかわらずその発行可能額をもとに算定されることとなっております。奥行政改革部長。はい。4、窓口業務の民間委託に関するご質問についてお答えいたします。市役所業務のうち民間に委ねられるものの整理につきましては、新行政改革大綱草案にもお示ししておりますように、行政の役割と責任を踏まえ民間活力の効率的効果的な活用を図るという観点から取り組むこととしております。窓口業務の中には一定の行政判断を伴うもの、また専門的知識を必要とするものもございますが、委託可能な業務につきましては市民サービスの向上とコスト削減の両面からその必要性有効性を確認し、行政の公平性公正性継続性の確保といった観点も踏まえ、今後私たちの事例も確認しながらその妥当性を検討する、そうした考えのもと民間活力の活用を図ってまいります。宮本地域振興部長。はい。5、枚方市への視察の受け入れについてお答えをいたします。本市には議員の視察をはじめさまざまな団体が視察に来られ、その際には枚方を紹介するパンフレット等をお渡ししております。
市内に滞留して観光等を楽しんでいただくのに必要な宿泊施設が本市には少なく、他市で泊まられることが多いのが実情ですが、数多く残る歴史遺産や枚方の名物を紹介し、本市の良さを知っていただけるよう、例えば枚方宿や観光拠点でありますふれあいセンター等を視察メニューに加えていただくことを働きかけるなど、枚方市の魅力発信と経済効果の創出に努めてまいりたいと考えております。与本議員、これから2回目の質問と要望に移らせていただきます。中学校給食について、先ほどのご答弁では選択制の中学校給食の喫食率については、佐賀市は 40%、 富田林市は 38% とのことですが、大阪府内でこれ以外の市の喫食率について、学校給食以外のものも含めどのような状況なのかお伺いします。大谷管理部長。はい、現在選択制の民間調理場活用方式で中学校給食を実施しているのは吹田市のみで、平成23年度の喫食率は約 17% となっております。今後実施予定の大阪市は先日 13.7% との新聞報道がございました。大阪府のスクールランチ事業を実施している茨城市、高槻市や独自にランチサポート事業を実施している堺市では 5% 以下となっております。与本議員、本市では佐賀市をモデルとして約 50% を見込んでいるとのことですが、佐賀県と大阪府とでは中学校給食の普及状況や各家庭の世帯構成、保護者の就業状況など、その背景となる要因は大きく異なります。それに大阪府の府内の状況を見ても 5% から 38% まで幅があり、実際の喫食率がどうなるのか不確定要素が多分にあるのではないでしょうか。一桁しか活用されないとすると施設に余剰が大きく発生しますし、逆に喫食率が高まりすぎると食べられない子どもも出てくる。今議会でも喫食率について多くの議員が質問されていますが、選択制なればこそ喫食率についての問題が発生すると考えると、やはりシンプルに全員喫食にすべきです。次に小学校給食の状況についてお伺いします。小学校給食の調理場の多くは建築後30年以上経過し、老朽化が進む状況にあります。このような中、リスクの多い選択制の中学校給食の共同調理場よりも小学校給食の調理場を整備する方が先決と考えますが、小学校給食の調理場の整備について今後どのように進めていかれる予定なのかお伺いします。大谷管理部長。はい、小学校給食の調理場の整備につきましては、平成22年8月に新学校給食共同調理場等検討委員会を設置し、5回の検討委員会を開催してまいりました。このような中、昨年度大阪府において中学校給食導入に係る補助制度が創設され、大きな課題であった財政面での支援がなされることとなりました。このことを受け、本市においても中学校給食の検討を進めることといたしましたが、大阪府の補助金は平成27年度末までに施設整備が完了していることが交付要件であることから、中学校給食についての検討を優先することとしたものでございます。小学校給食の調理場の整備につきましては、中学校給食の実施に向けた取り組みを進める中で併せて検討してまいります。与本議員、全員喫食で必要度の高い小学校給食についてはこれから検討する。選択制で調理場の施設整備にリスクを伴う中学校給食については優先して取り組むとのことですが、そもそも学校給食とは、児童・生徒の心身の健全な発達に資し、国民の食生活の改善に寄与するものですから、本来、全員喫食であるべきものです。本日の朝日新聞の記事になるんですけれども、大阪東部版のところで、中学給食全容原則にという、大阪市の記事なんですけれども、これが記事がありましたので、少し紹介をさせていただきたいと思います。今月始まった大阪市立中学校の選択制給食について、
橋本徹市長は20日の市議会文教経済委員会でできれば全員喫食を原則としたい、特別な理由がある場合のみ家庭弁当と区長に判断してもらいたいとの考えを表明したと。で、そこから間は飛ばすんですけども、最終的に委員会、その委員会で橋本氏は選択制では保護者が周囲を気にして給食に切り替えづらいと指摘、食べた生徒の評判がいい、自信を持って子ども全員に食べさせたいと述べたというような記事がありました。今日の朝日新聞の記事なんですけれども、こういった記事からも大阪市が少し方向転換も考えているのかなというふうに私は捉えたんですけれども、こういった先行したケースに学ぶべきじゃないかなと私は考えます。6月の定例会で教育長は単に昼食を提供するというものではなく、時代を担う子どもたちに食を通じてその健全な心身を育み、健やかな成長と学びを支えると答弁されました。この考えはまさしく全員喫食で推進するものです。6月定例会でも確認しました。誰のために何の目的で中学校給食を推進するのかしっかり考えていただきたいです。次にいじめについてお伺いします。定義については確認ができました。それでは本市におけるいじめの現状についてお伺いします。渡辺学校教育部長。はい。本市におけるいじめの現状につきましては、平成23年度の小学校の認知件数は6件で、前年度から6件減少しております。中学校におきましては79件で、前年度から12件増加をしております。中学校では第一学年が全国的な傾向と同様、生徒を取り巻く環境が大きく変化し、新たな人間関係をうまく構築することができないことなどが原因で、認知件数79件のうち37件を占めております。いじめの対応別で見ますと、小中学校とも冷やかしやからかい、嫌なことを言われるといった言葉によるものが最も多く、全体の4割を占めております。また中学校では金品を隠す、盗むといったものや暴力を伴うものも見られました。なお平成23年度中に警察等関係機関に協力要請した重篤ないじめ事象はございませんでした。岩本議員。いじめの定義、そして対応別についてお聞きしていますと、言葉を変えれば学校内における暴行、窃盗、恐喝、名誉毀損に値する事象であると思います。保護者の方も我が子が加害者、被害者であることが認識できないまま日々過ごしていることもあると思われますので、学校や教育委員会としては保護者へのメッセージが必要と思われます。校内で起こっており、子どもたち同士のことであることから学校内で解決、またそれでも困難な場合に教育委員会が支援するのが望ましいとは言えますが、時には警察などのサポートにより毅然とした対応が必要なことも出てきていると思います。そこでこれまでの取り組みと今後の関係機関との連携、具体的な取り組みについてお聞かせいただきたいと思います。渡辺学校教育部長。はい。これまでの取り組み等につきましては、本市教育委員会、小中学校の生徒指導主事や警察等関係機関が参加し、毎月1回開催して情報交換を行っております枚方市小中学校生徒指導連絡会において連携並びに情報共有を行い、毅然とした対応をしているところでございます。また啓発冊子ストップいじめを保護者に配布して家庭と連携を図っているところでございます。今後は今年度8月に文部科学省より通知されましたいじめの緊急調査を踏まえ、課題等を分析した上で、本市がこれまでに実施しております対応策に加えて新たな対応策等についても検討をしてまいります。岩本議員。子どもたちがいじめのことを心配せず学校生活を過ごせる環境を作っていくためにも、今答弁のありました緊急調査の結果から課題を分析、また現場の聞き取りをしっかりと行っていただき、家庭、教育委員会、学校警察等の
各機関がしっかり連携いただくよう要望しておきます。次に臨時財政対策債について質問いたします。今年度における交付税措置については実際の発行額ではなく発行可能額をもとに算定されるとのことです。これは臨時財政対策債の発行額を抑制しても満額を借りた場合と同じように交付税措置を受けられるということになります。臨時財政対策債の発行にあたっては国が求める算定方法に基づき各団体ごとに発行可能額が算定されそれを上限に借り入れが認められると聞いております。そこで本市ではこれまでの発行可能額に対してどのような考えで実際の借り入れを行ってきたのかお伺いします。高井財務部長。臨時財政対策債につきましては地方交付税と一体のものとして地方が一定水準の行政サービスを提供していく上での必要な財源調達手段でありますことから国において措置すべきものでございます。従いまして本市におきましても地方財政計画への影響等も考慮し発行可能額のほぼ満額の借り入れを行ってまいりました。また一方で地債につきましては臨時財政対策債だけではなく地方債全体におきまして次世代の負担となるその残高に留意し慎重な地債管理を行っていく必要があると考えております。岩本議員。今答弁がありましたように枚方市ではほぼ満額を借り入れしている状況です。先日高槻市へ行ってまいりました。高槻市では臨時財政対策債は交付税措置はあるもののあくまでも借入金であることから一定借入額を抑制されておられます。もちろん市によってサービスの提供内容や財政状況に違いがあるとは思いますが満額を発行しなくてもやっていける可能性があるかと思います。冒頭でも申し上げましたが交付税の総額が減らされている中で臨時財政対策債の交際費にかかる交付税措置が安定的なものとは思えません。だからこそより自立した財政運営が必要なのではないでしょうか。臨時財政対策債は現時点では平成25年度までの臨時的措置となっています。今年度と来年度の2カ年だけですがぜひ臨時財政対策債の借入額を少しでも抑制いただき自立に向けた財政運営を進めていただきたいと思います。これは要望としておきます。続きまして窓口業務の民間委託推進について。現在市が行っている事務事業総点検では委託の可能性等については各事務事業単位でチェックリストを用いて検証しています。私はもう一歩進めた取り組みとして本当に行政が職員が担わなければならない領域を特化するために例えば窓口電話応対入力作業書類作成などの一般事務を性質別に切り分け職員が直に担うべきもの民間企業や NPO 等に任せられるものに整理すべきではないかと考えます。このように公務労働によるべき部分を特化することで職員の人材育成といった点においてもより集中的効果的な研修プログラムを組むことが可能になるなど副次的な効果も期待できるものと考えます。見解を伺います。奥行政改革部長。はい。事務の単位を細分化し、その単位での委託化を検討してはどうかというご質問でございますが、例えば現在でも国民健康保険の保険証などの作成、発送におきまして、その一部分を委託している事例もございます。今後、こうした事務処理過程における一部分を委託化すると、こういうことにつきましては、当該委託部分だけのコスト比較だけではなくて、事務を細分化することによる、効率性、正確性における課題の検証、あるいは市民サービスの水準や利便性の確保と、こういった観点からも検討を行い、その妥当性を判断することが重要であると、こう考えております。今後とも民間活力の活用にあたりましては、公平で公正な事務処理を効率的に行うことができるよう、より適切な司法を選択していく、こういう視点で取り組んでまいります。岩本議員。窓口業務の民間委託について意見と要望いたします。新行政改革大綱の素案にもありますとおり民間活力の効率的効果的な活用は今後さらに進めていかなければならないと思います。行政として正職員として本来やらなければならない規範・規格などの仕事に特化できる
より効率的、効果的な組織体制に向け、民間委託を推進いただきますよう要望しておきます。最後に、枚方市への視察の受け入れについて要望いたします。枚方市においては、視察に来られた団体に観光をしていただく情報発信としては、地域の飲食店や物産品を紹介するパンフレットを同封するなどし、そこで食事や買い物をしていただければ、すぐに経済効果が上がると考えます。視察の受け入れに伴う経済効果の創出については、前向きなご答弁もいただきましたので、お金をかけずにできる枚方市の実情に沿った直接的に効果の出る方法で地域振興に取り組んでいただくよう要望しておきます。以上で質問を終わります。これにて岩本裕介議員の質問を終結します。